戸畑市は福岡県北東部にかつてあった市。地域の北は響き灘。北から西を同海湾に囲まれた一部が、三崎城の地形で、八幡製鉄の主力工場、戸畑製造所などが創業する工業都市であった。1963年2月10日に小倉市、文字市、若松市、八幡市と合併して、北九州市となり消滅した。 北九州市が1964年4月1日に、政令指定都市に昇格した際、旧戸畑市域は、行政区の一つである、戸畑区となり、大和中原の一部が、国楽に組み入れられた。地名の由来は、三崎門の端にあるので、門端の意味。奈良時代には、日羽歩あるいは、鳥畑と記されている。室町時代、筑前国未巻郡朝尾昭に、と畑とあり、戸橋。 旗た、とつば村とも記された。江戸時代には、福岡藩に属し、とば村と少子漁業と農業が産業であった。幕末に、福岡藩が放題を築いたが、慶応3年に取り壊された。1871年、廃藩地県によって、福岡県に属した。農業、漁業が営まれていたが、 明治20年代から石炭関連のコークス工場などが建てられるようになり工業化が進められた。大正末期から埋め立て、区画整理が進められ工場用地が拡張された。昭和30年代にほとんどの農地は宅地化され市役所などの公共施設を新池町に集中して整備を行った。北九州市となるまで地域の変更はなかった。 1962年頃。ありがとうございます。